平野紫耀と神宮寺うじゆうた、で新たな舞台へ、テレビ業界の壁を越えてグローバル展望。ジャニーズエンタテインメント会に一席を投じた、タッキーこと滝沢秀明氏の突然の退社から始まった新たなエポック。その家中にいるのが、元キングプリンス、キンプリ、の平野紫耀と神宮寺うじゆただ。 昨年の10月末、滝沢氏が立ち上げたエンターテインメント会社、とべに加入し、彼らの再始動が実現した。一方で、これによってテレビ番組での活動に壁が立ちふさがるのではないかとの憶測も、果たして彼らの未来はどのような舞台を描いているのだろうか。7月7日、待望の合流が発表された。 YouTube の生配信で同時視聴者数が100万人を超え、元 V6 の三宅健も交えて、瞬く間にファンの興奮を高めた瞬間。さらにインスタライブでは50万人を超える視聴者数を記録し、平野人宮児のファンクラブ入会に際しては、サイトがアクセス集中により720分の待ち時間を記録するほどの熱狂が巻き起こった。まるで彼らの再始動は、 ファンの待望を叶える光となった。金プリのメンバーとしての未来を模索し、長瀬角と高橋山が事務所に留まりながらも、平野神宮寺騎士ユの3人は新たな展望を求めて道を切り開いた。この決断は、かつての新しい地図のようであり、その歩みにも共通点が見受けられる。しかし、新しい地図も厳しい現実に直面し、 テレビ番組での露出に制約があることが浮き彫りになった。テレビ局の圧力やジャニーズ事務所との関係性の影響により、彼らの活動はスタート当初から難航していた。新しい地図の経験を通じて、平野潮と神宮寺雄太もまた同様の道を歩みつつある。テレビ局が彼らを起用することが難しいとされる中、彼らは新たな可能性を模索している。 国内でのテレビ番組への出演が難しいとしても、彼らは決して諦めず、グローバルな舞台での活動を視野に入れている。トベが海外のエージェントと連携し、国際的な展開を図ることで、テレビ業界の壁を越えて新たな一歩を踏み出す可能性が広がっているのだ。しかし、その過程は容易ではない。 海外進出には言葉や文化の違い、競争の激しさなど多くの困難が待ち受けている。戸部はその挑戦を支えるインフラを整えているのか、そして平野市王と神宮寺裕太はそのステップをどのように踏み出していくのか。彼らの決断と行動が日本のエンターテインメント界に新たな風を吹き込むことは間違いないだろう。 平野紫耀と神宮寺勇太の新たな舞台がどのような形をとるにせよ、彼らの情熱と才能に溢れた姿勢は、ファンや視聴者を引きつける魅力的な要素となることだろう。テレビ業界の枠を超え、国内外での活動を通じて、新たな一生を刻んでいく彼らの姿に、今後のエンターテインメント界の動向が大いに注目されることだろう。